みんなでハッピーハッピー飛び越えて、いろんな人たち集まり、楽しく一緒に作ろう。ラジオタイム坪井宏のハッピーラジオ皆様、こんばんはー。こんばんは。始まりました。坪井宏のハッピーラジオ。私はですね、カナダ、スウェーデン、ドイツというふうに音楽の修行をしてきまして、現在、日本で活動しているドラマー、坪井宏でございます。<laughs> 私は森田珠美ですキーボードですはい珠ちゃん <laughs> 自分がキーボードであることを今一瞬忘れてたでしょ忘れてましたはいこんなかわいそうな二人でやっております <laughs> よろしくお願いしますよろしくお願いします珠ちゃん、はい、今日はどこに来てるんですか今日は日光の霧降り谷来ております、はい、素晴らしいです合ってるの珠ちゃんちゃんと合ってる と思いますはいそこら辺もあとで詳しく聞いていきましょう <laughs> 今日はですねゲスト会ということでなんと久しぶりのですね出張会ですね玉ちゃんはいはい、ずいぶん久しぶりの出張会で日光の方に来ております、はい、今日はですねなんとですねあの建築家であり、はい、扉作家である小坂典正さ,さんという方の自宅に あの来て、あのインタビュー、お話をいろいろ聞いていきたいというふうに思っております。はい、一体扉作家とは何なのか、はい、建築家とは何なのかえっ、ー、と。たまちゃんからも、ね、<laughs> 一級建築士の資格を持ってるたまちゃんからも。えっ、ー、と、お話もしてくれると思いますので、じゃあ、たまちゃん、早速ゲストの方をお呼びしてください。ご参加 はいこんにちは <laughs> こんにちは, <laughs> にちは小坂ですよろしくお願いします、はい、しお願いします,します小坂さんは建築家でありえっ、ー、と扉作家であるっていうことですよねそうです、はい、ちょっと扉作家ってなかなか聞く言葉じゃないと思うんですけど、はい、ちょっとまずどんな感じのことをされてるのかっていうのを教えていただいてもよろしいですかえっとね扉作家っていうのは、はい、まあ自分でつけたというかつけられたか 感じで、はい、なんか最初扉を建築はやりながらどんどん扉に入っていって、はいはい、で気がつけばまあみんな扉作家というように言われるようになって <laughs> まあいろんなお店とか。はい 玄関の、まあ、ほとんど木製なんですけどもそういうところお店店舗とか、はいまあ、家の顔っていう感じで作ってるんです、ねはい、そうですね、はい、あのですので扉っていうのは要するに、はい、あの家ののド,ドア的な位置のある扉とまたドアって別物ですか扉はね漢字のごとくとにあらずって自分で思ってるんですけどもそんなイメージだからあのちょっと変わったもの、はいうん、でもうオリジナルのものですね。はい、他に どこにもないものを扉って自分で考えてやってますはいちょっと今日はですね、はい、そこら辺のところも、はい、あのぜひお話を聞かせていただきたいですし、はい、あとどうしてその扉作家建築家になられたのかとかいうふうなお話もぜひ聞いていきたいと思いますのでよろしいでございますかはいよろしくお願いします,しますよろしくお願いします,、はい、しますじゃあ玉ちゃん、はい、続いてのコーナーに行って、はい、ぜひお話を聞いていきましょうよはいよろしくお願いします はい、えー、このコーナーではですねまず小坂さんがですねまあどどちらで生まれて、はい、その扉作家になるまでに、はい、どういうふうに過ごされてきたのかっていうのをちょっとお,お聞きしていきたいんですけれど、はい、生まれはどちらでございましょうか生まれは札幌です北海道の札幌か、はいはい、らそちらでおしつども中高まで、うん、<そ>えっとね7歳ぐらいまでですね<あ>そこから父親の転勤で千葉 はい。で、神奈川。はい、で、日光です。あ、はい。なるほど、はい、そうなんですね。はい。えっと、そうしますと、その中高時代はもちろん建築に興味があるとかいう風うなところではまだないですよね。はい、そうですね。ちょっとね、ロガウスには興味あったような気がしますね。あ<ー>、今考えてみると。そのロガウスに住みたいとか、はい、作りたいとかですか。うん、なんか。 そうですねなんとなく、なんとなくどっかで喫茶店かなんか入ったのかもしれないですけど高校ぐらいそんなイメージがあるかもしれないですね<あ>、はい、そうなんですね、そしたらそのちょっと7歳ぐらいまで北海道で、はい、まあ札幌で育てらああの過ごされて、はい、そしてそれから関東の方にいらっしゃってということですね。 今の仕事につながるような最初のきっかけっていうのは部活とかで建築とかはないですしそうですね、はい、一応建築を大学出て、はい、でその後に一番そう今の建築とつながってるのはびです、ね、あっ飛びのお仕事そでそこから飛びに世界に入って飛び、はい、から。 扉になったのかな。そう、みんな、みんな、その、なんか、とび、飛びつながりです。で、生まれた時もね、ちっちゃい時から飛びになりたい、飛びになりたいと思ってたから。あ、あ。だから、とんび、とび、とびらって、その、さ三段階にいってますね。たまちゃん、つながってるよ、話は。その次は虎かな。美がなくなっちゃう。のたまちゃん、面白いね。良かったです。ね も <laughs> したら大学は建築学部みたいなところに行かれたってことですかそれは玉ちゃんと一緒かそうですね玉ちゃんは、はい、建築学科明治大学はいそうです小坂さんは東海大でその建築の学部自体は一体どういうことをされてるんですか、はい、あの一通り建築の勉強はしたんですけどはい まあ、あんまりしてなかったですね、私はね、<laughs> 居酒屋さんで働いてばっかりいたんで、居酒屋おっしゃるたら、事務所でアルバイトとかはたまちゃんはしてたって言ってましたけど、そういうふうなことはあんまりほとんど就職、私、したことないんで、一番最初のちょっと建築っていうか、ロガウスの会社は喧嘩して辞めてしまいまして、はい、でそれ以来はもうずっと飛びで。<laughs> あ で飛びの後に日光に来たんですねあそうなんですねその飛び時代っていうのはどのくらいされてたんですか飛びは何年ぐらいやったのかな7年ぐらいやってたのかな7年ぐらいやっててその時に建物をたくさん見てた時に長い話になりますんでんか質問してもらったことに答えますちょっとまだ飛びのことでもお聞きしたいことがあるんですけど大学を卒業されてからもうすぐに その,トビのお仕事を始められたんでそ1か月ぐらいでその会社は辞めてしまったんで、はい、そこからもうずっとトびですねあなるほど、はい、そのトびの魅力は何だったんですか最初は魅力とかそういうのじゃなくて食べていかなくちゃいけないんで、はい、辞めてどうするんだって話になって<あ>であの一緒にこう誘ってくれた方がいて、はい、でトびだったら頑張ってやればその分力になるよって話をいただいて。はいはい で始めたんですだから何も知らないとこから<あ>別にトビにすごいなりたいとかそういうこともなかったですあ、はい、そういうことではなかったんです、ね、やって楽しくなってきたって感じですねええ。<ー>はい、ちなみにトビって僕たちイメージはあるんですけど、はい、実際の,その現場の中ではどういう役割のお仕事になるんですか現場では、はい、えと私がやってたのはその足場を組む仕事ですね、はい、いろんな 飛びもいろいろ種類があるんですけど私がやってたのは足場を組む仕事とにかく高いところへ登る人ってそうですそうです高いところですねまさにトンビの流れですもんね流れですあなるほどそちらを7年ぐらいされてっていうようなことですねそれからどういうふうな気持ちに変化していったんですかその時にね高いところから家を見ててちょっとね違和感を感じたんですね 家の作り方に値段にかなんかみんな若い子が手を引いて若い家族が手を引いて子供手を引いて建物に1億円近くその頃神奈川県にいた時は6,000万とか1億の値段でそこに入っていくのが自分から見たら信じられなかったですね。というのは家を作ってる景色を見てたんでえそんなに家ってかかるわけないよなって思ってしまったんですね。 なるほどで自分だったらもっと違うものを作れるんじゃないかなってまだ家作ったことないんですけど、はい、でそれでちょっと家のことを考え始めたんでですそれで家作りのことにちょっと興味を持ち出してっていうことなんですね。そしてそれからその飛びを、えー、と終えられて、はい、そのもう家を作るっていうふうな方向に一気に行くんですかそ,うですその時に日光にちょっと縁ができたのが、はい、あのロガウスを まあ、本当に高校ぐらいの時にね、はい、建築家入る時の一番最初の動機みたいなちょっとロガハウスのイメージがあって、はい、ふと思い出したんですね30歳になって、はい、でその時にアラン・マッキーっていうロガハウスの神様っていわれてる方がもう,、はい、もう今はいないんですけども、はい、その人が日光に来てたんですねえ、はい、<で>っあねでじゃあそんな神様と言われている人がいるんだと思って奈良、はい、に来たんです それがきっかけというきっかけですね、はいあの。ちょっとですね、そうなんです、あのぜひですね、今あの、収録をしているこの自宅なんですけど、はいはい、この自宅もたまちゃん、僕はなんと表現すればいいの、はい、あのぜひ建築家の言葉で、あで、皆様に伝わるように、ちょっと雰囲気がね、はいあの、伝わるようにあの、ちょっと説明していただけると嬉しいんですけど。<laughs> いや か小坂さんの建物は本当にもう木に愛されてるなって感じがすごいするんですよ。はいうん、木を愛愛してててるじゃなくて愛されてるで,<ー>で、まあ、この建物自体はログハウスって,っていい、ね、そうですねログ,ハウスのログハウスと日本の建築のこう今後みたいな感じですね。はい、でもそうです、ね、ものすごいなんかこうパワーが詰まってるような建物で、はい、もう私はあの,その普段 その今までモダンな建物を勉強してきて、はいうん、なんかやっぱそういうのが好きだなって思ってたんですけどここ,ここにきてガラリと変わりましたららやっぱりなるほどここのこのお家の持つ力がすご、はい、ねあとこのデザインのかっこよさがすごすぎてうす、ねうん、あなんかもうなんかちょっと一応ですね <laughs> リスナーのの方にその 写真とかでもしかしたら見れるんじゃないのかなっていううふに思うんですけれど小坂さんの作品というか建てたものを見るには幾何学堂ていう名前で検索していただければ見つかりますので幾何学は算数、代数、幾何学のの学学ですねが学ぶではなくて楽しいそれの王道ですね。 楽しししいでいいいいっててととでででですすすねねそ坂のののも検索ただは憲法正ちょっとこうあのリスナーの皆さんはあの検索とかしながら聴、はいていただけるとねあの想像がつくと思うんですけどそ確かにおっしゃるようにその「 和でもあり、え何ていうの洋でもありっていうの、そしてその新しさもあるし古さもこうっ伝統か古さっていうよりはなんか両方感じるっていう風なイメージかな。あってる？いやもう大丈夫でした。たまちゃんの説明大丈夫であ大丈夫です大丈夫。たまたまちゃん言ってくれて嬉しかったです。そういう風に見ていただいてたなんて。あそうなんです。あとやっぱりその建物の中の扉はかなり特徴的な。 あの扉を、まあ、皆様見てくださいませ、まずはっていうような感じですけど <laughs> 重たい、みんな重たいですね、とにかくね、ちょっとそこらへんもね、後ではい、あとで建物の一つ一つのお話もしていきたいと思いますけど、はい、そ,うそういういうの建物をちょっと自分でも作ってみたいと。はい 思われて日光にいらしたってことですか。そうですね。日光は木の産地でもあるんでね。はい、で、自由な木が多分身近に手に入るんじゃないかなっていう。思惑もあったし、はいはい、やっぱり、やっぱりなんか自分の想像したものができるんじゃないかな。はい、この地だったなということで。はい、まあ、最初の思いですね。そういうね。なるほど。はい、そのアランマッケーさんとは出会え。アランマッケーさんと出会えて良かったのは。はい、うん。 要すするに家を自分でで作りななさい,っていう教えなんですね、はい、建,築建築屋さんをやりやすいじゃなくてあなるほど家は自分で作るものなんだよという教えなんですよ。はい、だから今でもその考えがあるのでお客さんにも最初は自分で作ったらっていうことを言っちゃうんですよね。<laughs> <laughs> 来ても <laughs> はい。はい。<laughs> あの家作りたいんですけどって相談しに来た方に自分で作ってみる方がすごくいいものができるよって言ってしまうことがありますね。あなるほど、はい でもその視点がまずあってじゃあ一緒に何ができるかって話すそうですよね一緒に作っていった方がいいと思うんですよね。建築屋さんに任せるんじゃなくて素晴らしいそれはとってもいいお言葉ですね確かに。はい、そしたら小坂さんここにまず自分の家を日光に自分の家を作りに来たんですか,、はいいやなんか 流れででできてしまったんですね <laughs> <laughs> どうしてもこう作らざるを得ないような状況に追い込まれてしまったというかはい、はい、えじゃあもう日光に来て一からその飛びの流れっていうのは関係なく一からそのまずはね建築屋さんに飛びをやってたっていうことで拾ってもらえたんですねあなるほどまず仕事をしないと、ね、いけないんでそっからが始まりで、はい、それから徐々に。 はいうん、建築屋さんに入れたんで家の勉強をゆっくりさせてもらってあ勉強徐々に徐々にですね、はい、でなんとなく気がつけば、はい、自分の家を建てれるかなまで行けたんですね。そしてそれで一番最初に作り始めたのはいつぐらいなんですかう 十日光にいらしてからあそうか十二十年ぐらいになるんですねこの家多分ねあこの家自体がですね家自体がはい二十年前ってことですね二十年前ぐらいですね作られてはいそうですねそしたら日光に来てから数年経ったぐらいからですそうですそうですあしたら第一号はこの自宅でよろしいんですそうですそうだったんですねすごいそしてこの家は日光にいたのこの家うんはいはい そして今も拡張を続けているいうそうですねその方 <laughs>、はい、<laughs> 家への魅力にどんどんもうどんどん話が行きそうになっちゃうんだけど <laughs> そ,、ね、その魅力をね知ってもらうために、はい、ちょっとまだ我慢していいの？はい。<laughs> そうですね。あおしたらその家を作り始めて、はい、そしてまたその何ですかねあのみ他の建物自分のもの以外のものを作るようになったこ、はい、のはどのくらいの頃なんですかね？えっとねその建築屋さんで働いてて。はい その,そのやりながらね扉をお願いされるようになってで今度扉から、はい、扉が作れるんだったら家が作れるんじゃないかっていう話になって、はい、結局独立して家を作るようになってしまったんで、はい、建築屋さんから,年ぐらいここに来て7年ぐらい経ってからですかねなるほどお客さんに作るようになったのちょっと待ってタマちゃん、はい、今の話は、えっと、どうなのけんそういうもんなの扉を作っていくようなもんなの事務所に入ったら最初は扉を。<laughs> いや だからドラムでいうと最初は8ビートからみたいななんかねお客さんが可能性をくれたんですね、こん,なはい、こんな扉が作れるんだったら家が作れるんじゃないかっていうふうに言ってくれる人が増えてたんですね。あそうなんです、ねはい、だから自分が建築やってたってことを思い出してきたんですね、<ー>あ俺建築,建築出てたんだみたいな、そういう意は <laughs> <あ>みたいな。なるほど、はい で、えー、扉とか作ったこと、たまちゃんもそういうのは。あるわけないじゃないですか。<laughs> <laughs> いや、扉とか、そういう難しい部類っていうイメージがちょっとあるんですけど。そうですよね。建築だと、設計する方だと扉の収まりとか、多分、階段の収まりとか。はい、最初に、一応、あの、悩んだり、勉強するところだと思うんで。ああ、ポイントの一つってことですね。そうですね。なるほど。そしたら、その扉を、あ、だから、扉を作れるんだったら。 えと家も作れるんじゃななないのかのか話になるってことなんですかねいや多分ね空,空間を楽しんでも空間の要するに隔たりというか、はい、あのこっちの空間とこっちの空間の,その壁が扉であって、はい、でその扉を作って次の空間に行く時の,、はい、そのこういう扉だったらもしかして次のこういう空間がっていうのを、はい お客さんの方が、はいうん、そういう意味でこ、この扉が作れるんだったら、面白い建物を作れるんじゃないですかって、面白い。空間ですね、逆にね。あ、なるほど。面白い空間を,を期待されてっていうことで。なるほど。はい、ちょっと、なんか老子の、あの壺の話を、僕は。思いすわかる、えたまちゃん。わか,かんないね。あの、要するに、壺の,の、のま、ま壺を作ったらその空間が。ん を作るっていう,うなことなんだっていうのを労使はその無のあの有用性を言ったんだけど要するにそういうことですねとりあえず敷居を作るっていうことで空間を作るっていうことなんですねあそれから家を作るようになるんですねそうですねほとんどは みんな逆にお客さんがくれて、はい、チャンスをくれてどんどん広がっていった感じですね。そして、ね、それがまたその日光のやっぱりその木材の状況とかいうのも関わってきてきたんですかそうですね、はいうん、そういうのも少しずつねここ誰も知らなかったんで、はい、来た時は、はい、一つずつこうみんな指令ができて、はい、もちろん材木屋さんもたくさん指令ができて。はいで ね、それなりのこのあじゃあ幾何学堂さんにはこういう材料をふさわしいから取っといてあげるよとか、はい、だから面白い材料も今ではたくさん入ってくるようになって<ー>、はい、そうなんですね、はい、面白い材料ってどういうふうな材料のことを言うんですか、はい、面白い材料っていうのは逆に今私なんか思うのは別に高い材料がいいとは思わないんで、はい、やっぱりあのこの木,木にもみんな表情があるように。はい 本当にそのの一つの個性が出てる木ですよね自分が見ていい木っていうのはそういうのがいい木で値段じゃないです。なるほどそういうことですよね。はい、いやそのちょっと皆様に今ちょっとその扉の話がキーワードになってるんですけど、はい、そのやっぱその扉一つ一つがすごくその小坂さんの,あの作品は本当に扉,あの扉作家ですよね扉作家っていう名前の通り <laughs> 一つ一つが作品って感じがすごくするんですよ。それは要するに木の個性もありつつ その一つ一つの扉をこう空間を作ってるからい同じ扉はないっていう,うな感じになるんですかね同じ扉はなるべくこう作りたくないっていうのもあるし、はい、やっぱりさっきも言ったように木の表情が一個一個全部違うんだから必然とできるものがやっぱりね、はい、同じものはできないっていうふうに、はい、で、まあとは,あとはこう真似をしないっていうか、はい、見,見ないんですよね作るときにねなるほどな何か見たら自分より腕のいい人は山ほど世界中にいるわけだから。えーえーはい 自信なくさないようなくすようなことはしない。だからもう全然そういうのは見ずに自然を <laughs>、はい、ここは自然が豊富なんでそれを見て作るっていう、ねうん、はい。タマちゃんどうなの？はい、あの扉をどんな風な感じってなんかタマちゃんの印象はどうどうだったの？最初見た時は。え、おこれが扉ってやつか。<laughs> 私が今まで見てきた扉。 例えば <laughs> そのちょっと僕とかうまくなんかその美的に説明はできないんですけどあのもう本当に初めて自宅に来た時に驚いたのがまず玄関がですね、はい、玄関の扉がですね何て言えばいいのかなあれ大きな大きな正方形ぐらいの扉が真ん中を軸にこう、はい 回転する回転するっていうかねぐるっとは回らないんですけどねはい、はい、あ,れあれは1つの木なんですかあれは複数のあれは種類は1つの木で、はい、いろんなものその1つの木を合わせて作ってるんですけどねこの自宅の木ですね<あ>この自宅から出た木を無駄遣いせずに、うん、はい 全部、そうです、使い切ったんですね。そうですよね。そう、はい、だから、な、な、二メートル、三メートルみたいな感じのイメージ。二メートル、二メートルぐらいですでね。二メートル、二メートルぐらいですか。はい。はい、だから、すごく大きいのが、端っこをこう押すと。 反対もっって開いててい、ね、<laughs> こうやって忍者ゴッコができそんかすごく入りたくなるっていう,こう後ろから「おいで」っていうふうに押してくれてるイメージをこう感じてその後ろのこう返しがねあ<ー>。あのしかもあと僕小坂さんの扉ですごく素敵っていうか面白いなって自分で思うのが一見やっぱり大きいしさっき言ったようにしっかりした感じだからでもそのイメージって。 重たいとか、うん、こう守ってるっていう風な感じのイメージが普通はなると思うんだけど、うん、すごくこうさっき言ったように押したくなるっていうか、うん、入りたくなるっていうすかうワク,ワク開けたらどうなるのっていう雰囲気がすごくてそのトイレに行く時や看場に行く時の,あの扉とかも。 すごく開けたら何が生まれるんだろうっていうあの感じがするんですけどそこら辺とかって意識したりとかそ,その扉にはどういうの意識があるとかいうのはある扉にはそう意識というよりも、はい、そうですねなんかまあやっぱり空間の隔たりなんで,なでその次の空間をイメージしたら。 こんなこんな形みたいになるってことなこんな形になるみたいな。曲と一緒ですよ。流れです。流れ。そうです。あなたがいっぱい今日は補足してあの例えば、A からサビに行く流れがね。A メロからサビに行くときね。そこにどうやって行くかの坪井さんがめちゃくちゃ大切にしてるところじゃないですか。そうですね。はい。どういう入り口ですね。はい。あ そこを作るっていうよりはもうそ全体の流れの中でどういくかってことかそうです合ってますかイメージとして合ってますたまんちゃーんすごいですみんな共通してるんですね音楽もものづくりっていうのはねははいいそう思いますはいよくわかりましたとってもイメージはつきましたね あだから空間というふうなことなこんですね空間が一番重要ですね<ー>でそ,のそれに付随して扉の形が決まっていくんで、はい、扉ありきではなくて、はい、場所に行ってもまずその空間を見てそれからその空間に合う扉を作っていくっていう感じですねなるほど,るほどいやすごい参考にな、ね、る <laughs>、はい、勉強になりますね本当に。はい このちなみに自宅は最初はどこから作り始めた、はい、もしくはどういうふうなイメージから始まったんですか最初は自宅はね、はい、実は木が先に来たんですねフィンランドから、うん、この木が勝手に来てしまったというかフィンランドから電話がか,かってきて、はい、これ400年から600年というとてつもなく長い年月を生きた立ち枯れ材なんです、はい 枯れて,れてあのその生命を全うした木ですねそれが死ぬまでにこの1回を建てたいっていうのが来てしまったんです先に、うん、<laughs> 興奮してある一人の人が興奮して、はい、すぐ買えって言われてお金もないのに <laughs> 銀行その後銀行回りしたぐらいですから<ー>でそれが来てしまってそれから設計が始まったんですね。へ<ー>はい じゃあ最初はその素材をどう使おうかっていうところから始まったんですかそうです夢,夢で思ってた素材が先に来てしまったんですねで<ー>じゃあこ,こんな素晴らしい木をどうやって作っていくかっていうところから始まってしかも大切な木なんで、はい、全部使ってあげようと思って、はい、ああ余すところなくな、はい、そこから設計が始まった感じですね、はい、へえそのどん,どんな家にしたい例えば、えー、とこの住みやすい家とか、はい、そのの 自分のプライベートをこうしっかり作りたいとかそういうふうな思いはどういうふうなのがあったんですかあの、ね、こうなんていうんですかね今もそうですけどその長い年月を得た木っていうのはね、はい、やっぱそれなりのエネルギーが多分必要だと思うんです、うん、作る方もそのエネルギーに負けてしまわないように作るにはどうしたらいいかなって考えた時に。はい うん、自分一人のための家だと思って作れば多分潰れちゃうなと思ったんで、はい、だから常にいろんな人が来るような家っていうイメージで最初作ったんですね<あ>その気持ちを捨てずに作んないと、はいはい、多分途中でよく多いんですねロガウスの人は作っててやっぱその,木のエネルギー負けてしまうんですよね、えーうん、それぐらいそのこたえるんです結構体にも作ってる時に<ー>、うん、だからそういうものも知ってたんで、はい、だから そう,ですそういうふうにあいろんな人たちが過ごす場所を作りたいっていうことですかそういろんな人が来てね<あ>楽しめるようなでさらに自分一人っていう一人よがりもちょっと経験したことがあるんで、はい、それもちょっとまずいなと思ったんで、まあ、この家を基本的には一人で作ってるんですけど、はい、でもいろんなその時知り合った職員さんに手も借りたりとか、はい、そういうふうにして作ったんですね はい、ほーだからこの今あの収録してるこの人お部屋は、<laughs> はい。たまちゃんどのくらいの大きさなのこれは。どのくらいですか。あれはねリビングで四十畳あるんですよね。お、こ四十 <laughs> 畳。四十カーテがでかいんでそうは見えないんですけど。<laughs> はい。 そうです、こうしてこのあの場所がまたこう空間がすごく落ち着くんですよね。ああ、ね、そう言っていただいとるんでうん。そしてこの何、タマちゃんちょっともっとさ、できることにして、<laughs> あなたがそれをできないと、俺は音楽的には説明できるけど、ね、今日はなんかね、キーボードじゃなくて建築から森田たタマミですでいいんだよ。<laughs> はい、ぜひあの紹介してもらっていいですか？<laughs> そうですね。もう思いっきりそのな何ですか、斜面に向かってこう、はい、開いて立って。 うん、その、はい、まあ壁一面がもうあのサッシになってるんで、はい、ドーンと視界が開けてるわけですよ。そうですねこの40畳のこのお部屋から <laughs> そのもうガラス一面の,、はい、あの谷間が見えるっていうこところ、ね、そ,そして、ね、そこに広がる日、ね、光の木が素晴らしいんですよね,そうですね本当に。えー 大好きなんですけどニコ、はい、の,のね木々とそれから野生動物、はい、<laughs> 小川なんかも見えちゃったりして <laughs> そうですねそうですね最高ですねじゃあ細川さん、はい、最初はこの空間が一番最初にできたんですよこの4つのそうですとあなるほどこの空間ですねまず、あ、一緒に、まあ、全部一緒に同時に作ってるんですけどはい ここ,のここの空間から作っていったかな仕上げは。でここで3年間かかって作ってるんで、はい、ここで大が図の中で寝泊まりしながら作ってたんで <laughs> <laughs> ああそうだったんですね、はい、あ,あすごいなあちょっとちょっと続いてのコーナーでこの家とかこれから小坂さんがどういうようなことをしていきたいのかをして、はい、この家の変化をね またちょっとどりながらお話聞いていければというふうに思っておりますのでちょっと玉ちゃんここで1曲挟んで次のコーナーに行ってよろしいですか、はい、はいちょっと1曲挟みたいんですけど小坂さん先ほどお話を聞きましたらちょっとなんか将来的にはステージ音楽のステージとかも作れたらなっていうふうに考えてるでっっっててらっしゃいまますすかね合ってますね。 でそれで最初の,そのインスピレーションをくれた一人でもあるのが、はい、ノラ・ジョーンズさんでだったんですね、<laughs> さ,さっき思い, <laughs> 思い出したんですけどもそうですね奥様とそんなことを言ってたんですね。はい,はいですので、でちょっとせっかくだからノラ・ジョーンズさんの、ね、1曲をなおあの聴いていただいて続,き続いてのコーナーにいきたいというふうふに思っておりますので玉、はい、ちゃん、はい、曲の紹介をしてもらってもよろしいですか。はい それではノラ・ジョーンズで「Don't Know Why」をお聴きください。はい、ノラジョーンズで ワイをおききいいたただきましたはい、玉ちゃん紹介の時は「T」をちゃんと発音したけど <laughs> 今はしなかったね「はい、どのワイ」だねいわゆるや素晴らしい曲ですよね。はい、ぜひですねあの今ラジオをお聴きの皆様はですね今日の小坂さんのお話だったりとかあとはその「どのワイ」の感想でもいいですし<の>あと日光への思いでもいいですし <laughs> ぜひあのラジオの方にですね、はいえー、メールを送って頂ければというふうに思っておりますのでまたたまちゃんの

はいザ『スカイ・ザ・リミット』というコーナーですねあのこれは英語なんですけど日本語訳としては可能性は無限大っってていう風ななコ,コーナーナタイトルになってるんです、うん、要するに天井は空ってことはもう可能性はいくらでも広がるよねっていうような意味になってるんですけど、うん、まさにこの家はあの小坂さんの家は。 えともう可能性が無限大に広がっていってると思うんですけれど先ほどの話がその40畳ですか、はい、この40畳のリビングリビングって言ってよろしいんですかなんてお呼びしてもいいのか分かんないんですが、まあ、リ,リビングでですねリビングでよろしいが出来上がって、はい、もう言ってしまえばそれで完成なのかなっていうふうに思,う思ったりとか僕らはするんですけど、はい、そうじゃないんですよね。 ほとんどほぼリビングだけの家なんですけどね、本当にあとはちょっとした別室があるぐらいでほとんどリビングでここで生活の場っていうためのここだけのこれがメインのですね、この建物。ああ、ここはまずリビングが中心です。あとちょっと屋根裏的にって言っていいの、ロフトスペースロロフフトトススススペペーーって言えばいのかがあってっていうようなことですね。そうです そしたらここの空間ができたときに、はい、やっぱりそのあの当初考えてたように人が集ま、はい、あの来たりとかいうふうなことは頻繁に行われてるんですか。そうですね。最初の頃はすごかったですね。いろんな人が<ー>はい来てました。え、作ってる最中もそういう感じなんですか？作ってる最中でもなんかあの変わった建物であったんで、はい、あの見に来る人が結構いましたね。<laughs> はい、それを小坂さんは一人で基本的に作ってたんですかそうです職員さんもたまに一緒にやることもあるんですけど基本的にはずっとここに寝泊まりして作ってましたマちゃんそれってあの今小坂さん気軽に言ってるけど, <laughs> あのど多分想像以上だよね僕ら知らないから、うん、タマちゃんからすると信じられないの 一人で作るって意味が分かんないそれって木材を運ぶとかも含めてってことですすねそうで途中からはそうですねで基本的には働いてないと収入が得ないんでいつも決めて会社一応建築の会社入ってるって言ったじゃないですかそこで会社終わって帰ってきてから夜の12時までって決めて作ってその後二2時までやってる温泉があったんで温泉入って寝てまた仕事する。 だそれをずっと三年間休まずやつだってたんやっぱエネルギーが必要ですね。エネルギー必要です家は家作りははい。はい、あそうなんですねなんかもう多分想像以上で切ったりも自分でするってことですよね。そうですそうですもう切ったり貼ったり全部やってましたね。はい、ちなみに建築のそのあの働いてるところではどういうふうなことをされてたんですか。はい、そこはねあの運よく拾っていたいただいたところは本当に材木屋さんでもあったり。はいあ でロガースも少しやってたりとか、うんはい、で総合建築会社みたいなところで、はいまあ、社員は私しかいなかったかな <laughs> 1人か2人でやってたぐらいちっちゃな会社ではあったんですけど、はい、でもいろんなノウハウを教えてもらうことができましたね。なるほどじゃあそこも学びの場でもあるっていうのはいやすごく学びの場で素晴らしい社長さんだったんでああの夜自由に使わせてもらうことができたんですよ。 はい、で余ってる材料とかも使わせてもらって、はい、そこでいろんなものを最初作ったんですね扉以外の、はい、でそこで自分でいろんなちっちゃい犬小屋から始まったんですけど、はい、そこから作り始めて<ー>えあえ犬,犬小屋を作る,とるそうですなんか犬小屋頼まれてたことがすごく多いときがありまして <laughs> で私の持論の中で犬小屋が作れれば家が作れるっていうんですけどトムちゃんこれ僕は素直にああそうなんですねって言っていいうです、ねまあ、は そそううでですすいろんな犬小屋作って試してみたんですねロガハウスの犬小屋もあったり竹で作ったりとかいろんなことやりましたすごいなその頃のやつも残ってたりとかかすするんでそれみんななんか注文だったんで注文で作らせていただいたんですねでその中に扉が出てきたんですねこんな犬小屋が作れるんだったら扉作れるんじゃないかみたいな。 犬小屋が入ってましたね、<ー>最初に。順番的に、犬小屋が扉、<laughs> 家、まあ。それはとびがあって、そういう順番になってますね。ただじゃ、それは正しい流れでいいのいや、ちょっとよくわからないです。一般的えー、正しいよたあの本人次第か <laughs> 一般的にはあんまりなかなか周りで聞いたことは いいやなですねないですないです、ね、かした <laughs> 本当にすごいですねいやでもおっしゃらこの空間ができて、はい、それでもう終わりではなかったんですかリビングができてそうですねリビングができてね今度は人がたくさん来るようになった時に、はい、収まりきれなくなったんですね40畳でもそれぐらい人が来てたんで <laughs> なるほどそれで隣に今度はのテラスをまた増築したんですねはい、はいはい、そんな流れで少しずつこう増えていってんですね あ、なるほど、はい、そしたらこのリビングができてテラスってたまちゃんこの正面に見えてるところになるテラ,はテラスは今今はもうないんですけど今はまたテラスのを変えてまた違うものを作ってるんですけど <laughs>、はい、僕そしたらどこかわかんないっていうのは合ってるんですね今ないんですね今そのテラスはないですえっと皆様、えー、進化してるっていうのが今ので感じられたと思うんですけど <laughs> リビングができてテラスができてその後には 今はね、そのテラスの後は洞窟になってますね。<laughs> <あ><窟>そうなんですね。前は月を見テラスっていう名前で、はい、あの屋上が全部見えるような、はい、オープンの感じ、ほぼオープンな建物だったんですけど、そうです、ね、今逆に下に下に潜っていくような建物ですね。はい、そうなんです。テラスがあった場所にはですね、現在本当たまちゃん洞窟みたいな感じっていうのかな。そうですね。これ何工法って言ったらいいんですか。これはね、<laughs> アースバック工法って言うんですね。はい。 アスパック工法だとああれねっていう感じになってんのいやいやなってないですアスパック工法っていうのもちょっとあまりマイナーというかわからないというかね特殊な工法ですねどんな工法かっていうふうにお聞きしてもひたすら土の袋を積んでいくんですねはいそれで立てちゃったりですえっと土を袋に入れて積んでいくとそうですあそうえちょっと待ってくださいそそしての後に 周りを漆喰で固めるとか、そういう。そうですね。そんなイメージですね。はい。それは伝統的な候補なんですか。それは多分ね、あの中東とかね、そっちの方だと思うんですけど、発祥は。要するに木がない文化というか。で、土が周りにあって、まあ基本的に最初のアランマッキーさんに戻るんですけど、結局ある材料で、そこにある材料で作るという発想ですよね。はい。 そうかやっぱそうですよね。それこそ,うそう木,木,だ木だけではなくて土もあるし、はいはい、で自然なものを利用して、はい、作っていくっていうまあ発想発想で、はい、うん。あそう,なん、ね、そうですね。はい、あなるほどやっぱ建築とやっぱそそれぞれの国とか地方とか文化っていうなら、はい、とても密接な関係にあるっていう、はい。そうですね。すね多分それ地域地域でねみんな作り方違うでしょうし。うはい。 だから理にかなった建物がそその国その国でねみんな違うと思うんですよね。はい、ああしたらだから先ほどおっしゃってたそのフィリピンの四百年経ったフィンランドね。あフィンランドか。うん、フィンランドの四百年経った木っていうふうなのがあるから今のこの空間ができたっていうふうな,なそうですそうです。ことなんで。まあ実際ここフィンランドではないんですけども、はい、でもそれのその木を使いながら、はい、あと日本のフードにあどうやってこの 気を合わせて、作っていくかなっていうふうにな、なった形がこれなんですね。なるほど、はい。だから日本の風土も大切です。もちろん。<ー>フィンランドのもので、全部フィンランドの形で作るとちょっと無理が出てきてしまうと思うんですよね。<ー>はい。じゃあ、そうしたら、必然的にその和と洋が,が。 あの感じるって僕が最初に話したのは、はい、それでも必然でもあったっていうようなことでなんですかね。そう,そうですよ、ね、多分あの地域によってね、はい、日光もそうですし全体、はいまあ、的に日本って湿度が多いところなんで、はい、これをエアコンで調整するとか、はい、そういうことではなくてなんかこの地域のね、はい、例えば風の流れとか、はい、太陽の向きとか、はい、でそんなので家の形ってって 作っていけば、結構涼しい家ができたりとか、暖<ー>かい家ができたりとか、はい。で、はい。 すごいね、たまちゃん。うん、すごいなんか、ちゃんと、俺、あの、たまちゃんにいつも聞いてる建築の話は、これいいっすね、ぐらい。<laughs> <笑><笑>ね、ちゃんと、ね、今、話、あー、すごい勉強になるみたいな感じで、なると思ってたけど。たまちゃんみたいな人たちばっかりいたのかな、建築家の人っていう、勘違いがなくなってよかったです。ちょっと、それは失礼か <laughs> 失礼。失礼ですよね。はい、あー、なるほど、そうなんですね。<laughs> そう、えっ、ー、と、こささん、ちょっとおっゃ、ほしたっと、自宅。 の建物とかもお聞きしていきたいんですけど日光には小坂さんが建てられた建物ってのはありますねはいありますありまね全部「一棟作ることが一番最初だったんですかそうですね店舗もあったんですけど今は今はそうですね結構「一棟まるまる作るのが多いですねお店もそうですしお店とかあとお店だけのとかあと住居兼店舗とかそうですねみんなそれぞれ。 どんなお店があるかっていう,ふうなのをちょっとあの教えていただいてもよろしいですかいいですよ、はい、名前出しても大丈夫なんです一番最初に作ったのは、ねはい、ロこの家のちょっとモデルになっているんですけどっていうおそれはあのうんと同じような感じで、はい、あの建物的には外から入るときは閉塞的なんですけどドアを開けた瞬間、全、はい、面ガラスみたいな感じですね。 で二つの川の合流地点なんで素晴らしい素晴らしいロケーションに立ってます。なるほど。おうちのお名前お聞きしていいですか。サンキライです。山に帰ってくる。あ、サンキっていうのね。はい。あと最近建ててまあ何軒か建ててるんですけど、あとちょっとコ民家風のクジラ食堂とか。クジラ食堂さんね。はい。クジラのバーも建てまし、さしてもらいましたね。ああちらは一から建てられたんですか。あちらはそうです。あちらはね元々あった古い建物を利用して、そこに。 うんと少しずつその出,た出たものを利用して建具なんかも逆に出た,出たものを利用してリメイクして作ったような感じですね。ですのでそのあの食あのだからレなんていうのかあの食堂化。 レ、はい、ストランなんですけど、はい、なんかちょっと帰ってきたようなあの家家の雰囲気もすごく感じられたりして、そうですね。古民家まで行かないんですけど、ね、古い古い感じだけど、はい、まあなんか落ち着くような感じですよね。そうなんですよ。はい、とってもだから素敵で、そしてあの畳の上にテーブルがある、ね、あそうかなあったかな、うん、はい。それが元々でも普通に受け入れられて、ここすごくいい空間で床の間みたいなちょっとところもあって かところまあ奥に置くと作ったのかもしれないですねはいそういうところ前だったんで忘れやすい性格なんですいませすはいでもあのクジノ食堂さんのそのえ食堂の方とあとバーの方もありバーも作りましたねはいあとはもう扉見ていただければあー小坂さんのっていうなははいはいとてもすると思いますのでそちらもですねはい あと最近ではね、ギャルソンさんっていうケーキ屋さんですね。で、それは一番最近ですかね。で、それはもう本当にお客様がムーミンみたいなイメージって言われたんで、本当にその柔らかい感じというか、森、開けて森の中に入っていくような感じですね。僕、ギャルソンさんの入り口の、なんていうのかな、地面の一個一個タイル、あれがまた素敵で。 あのこうワクワクしながらハッ <laughs>、はあ、ケーキパンみたいな感じのこのワクワク感が生まれるなと、はい、あれもえっと最初から小坂さんのアイディアなんですかそうですそうですあ,あれはね,ねあのちょうどねあの仕上げの時にあまり物は見ないって言ったんですけど、はい、どうしてもガウディの建物を見たくて。はいはい で、仕上げのちょっと手前にねうちの妻とね、はい、スペイン行ってガウディ見てきたんですね。はい、でやっぱりその作りのなんていうんですかね自然を利用して作ってるんで、うん、ほとんど自然の形態をうまく利用してるんで。はいはい 真似ではなくてね、えらい勉強にな、初めて勉強になったと思いましたね、建築の。<ー>もう全然違う次元で作ってる人だったんで。なるほど。で、それで、あっと、面白いイメージがどんどん湧いてきて、はい、仕上げ、し仕上げは、そうです、ガウディ見てからですね。はい、あの建物は、えー、はい。そうなんですね。はい、いや、皆様、本当、今、あの、あの、教えてくださった、もう、お店さんたち、本当。 建物自体がまずわくわくしますので、はい、そしてまたそこであのされてること一つ一つがね、うんうん、ちょっとわくわくいたしますので鯨食堂さんのねあのだしの効いた、ね、スパゲッティがまた美味しくされたかったとかねもう <laughs> ちょっとこれはもう個人的な気持ちでございますけれど、はい、まあ本当に素敵なところだなと思いますし、うん、僕あとはもう一つはですね、はい、お風呂を、はい、作られてますよね。あそうです、あのー、はい あ、ね、かりの江戸さんっていうね、はい、あのペンションなんですけど、はい、そこもお風呂浴室とですね,そうですね作らせてもらって、はい、そこはね一つはこう体内にいるようなそのオーナーの人が空と帰ってつけてるんですけどね 2>,、はい、2つの変わったちょっと浴,浴室を作らせてもらいましたね。一、はい、つはななんていうのかな ちょっとなんか洞窟に入ったっていうような雰囲気って言えればいいのか、そう,、ね、そうさっき言ったね体内っていうようなことですね。あれはそうモザイクですね。天井から床まで全部そうモザイクタイルの作りですね。はい。あそこの空間がまたこうすごい不思議なそうですね。そそしかと思いきやそのえっ、ー、ともう一つのお風呂の方っていうふうなのは開放的なイメージなですか？どっちかというとそっちが方形って言って四角っぽい感じで、はい、もう一つは円で。はい。だからなんか最近はそっちのそうですね円の どん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 こう丸い作りに興味を持ち始めましてね丸とあとねじれですねあねじれはそうですねねじれが大好きで建物をあえてねじるんですねはいまっすぐじゃなくてただただの円じゃなくてそうですね体内の方がちょっとこうねじれてますねねじれてるんですよねねじれてるところにちょうど水が落ちるようになってるんですよねなるほどだから同じペンションで2つの全然違う顔のお風呂が楽しめるんですよね いやー、それはぜひ皆様経験していただきたいですね。はいはい、えっと、もう一度お名前教えてもらってよろしいですか。そこはあかりの宿さんですね。あかりの宿さんですね。はい、僕ら一回泊まったね。はい。素敵なところでしたよ。はい、そしてお風呂入って。あね、はっ。小坂さんのだっていうふうに。わかりましたねあ。ありがとうございます。いや素晴らしかったですよ。うん、ですので、皆様。今言ったようなことをぜひあの日光の方に来て。あの一度。 はい体験していただければなっていう風に思っておりますそうでございますそそれでね <laughs> あの最後にね僕はねやっぱり小坂さんに、はい、そういう風うにこういろいろ作られてきて経験されてきてその今どう思うのかそして、はい、あのこれからその建築だったりとか建物に興味ある子たちだったりにこうどういう風うなこうあの アドバイスとかいただけないかなとかいうふうなことを思っているんですけれど、えーはい、あのいかがでしょうか。これから建築とか建物に興味があるんだけど、うん、とか家作ってみたいんだけどとか思っている方々に、はい、こういうことしてみたらとかなんかあったりしますか。そうですね。はい、まあまず先ほど言ったように自分で作ってみるってことがすごく大切なことであるのと、うんはい、あとはいろんなこう。 なんて言うんですかね物を作り出すただ形にするんではなくて、はい、例えば木,木もそれなりの年数を得て切られているものですよね。はい、だその切られているものを結局使わせてもらうわけですから、はいはい、なんかね そのエネルギーを粗末に扱わずに、はい、そのエネルギーをこう生かすっていうか、はい、木が家がね今の建物ってなんとなく家がなんか、うん、死んんででるよようなな感じす家が生きてないようなイメージなんで、はい、なんで生きてない家になっちゃうのかなっていうのをもう一回みんな一緒に考えてみて、はいうん、でもっと生き生きした家っていうのがあるわけなんですけど、うんはい、ほとんどもうみんな 泣いいてるよううな家でそ,れそこの原因っていうのはいろんなことがあると思うんですけど、はい、まずは作りってですね、はい、同じ木を使っても、はいうん、その人の思いでただ流れで仕事をして、はい、あの家を作ろうと思っている人が作ってしまうと、はい、多分そこにエネルギーが生まれないけど、はい、これをよしこれは面白い木だからどうやって使おうかなみたいな、はい、でお客さんどうやって喜ぶかなみたいな。 でそういうふうに作ると同じ木でも全然違うものになってしまうんですね。なるほど。だから元のエネルギーを大切にっていう風な多分今の若い子たちはそういうのがそういう方な気持ちがた多分たくさん出てきてる人が多いと思うんで、はい。うんそういうそういう家作りをやればちょっと面白いができるかなと思います。なるほど。デザインだけじゃないと思います。はい。あない。はい。そういうことですね。はい。たまちゃんどう今のお話。いやもう。 あのね、私の友達にも本当に見せたいです。あなるほどね、はい、建築やってる。あそうですね、うん、一回多分見ておくといいんだろう。たま、はい、ちゃんも出会いたかった二十2 0の頃に。 まあ出会いたかったですね。そしたらまたなんか、<laughs> もしかしたら農家。建築やってたかもしれませんね。いや <laughs> かもしれない。いやー、そうしたら僕とたまちゃんは出会ってなかったね。ありがとう。<laughs> <え> <laughs> <laughs> はい、いや、とってもなんか、ちょっといろいろ、こうすごい、なんか、今のちょっと噛み締めて。 そうですねはい。本当音楽と似てるないや一緒かな一緒同じですよねものづくりはねだと思いますね本当にハートですねハートねそうですよねはあそうか曲じゃあ僕もあの僕たちにこれから依頼があったらさまず自分で作ってみればっていう自分でいいかもしれませんねその発想が大事なんだと思うその発想そっからじゃあ一緒に何を作るっていう風に みんな最初は素人ですからね、はいうん、それを忘れちゃうんですねプロみたいになっちゃうんで、はいうん、でも初心がねあその本当に楽しい、はい、それが慣れてきちゃうと楽しいじゃなくてね、はい、辛いみたいになってきちゃうんですよみんな職業ってね,ねずっと楽しくやっぱりやっていかなちゃいけないんで<ー>だからやっぱり最初のこうエネルギーは大切にって、はい、うん。 確かにもうこの小坂さんの,この自宅は少なくとも、うん、その僕はよ横で点でだけど年数を見て多少まだだけど、うん、見てきてるんでどんどんこう成長してるもしくは変化してるなのかもしれないけれどかあの生きてるっていうような言葉がすごくこうそういう面でも感じますし、はい、あと実際この。 空間だけに感じるこの何ていうのかな先ほどのねお風呂入っただけでなんかこの感じるエネルギーっていう風うなものとかは多分生きてるってことなのかなとか今、うんうん、今は想像しておりますはいよろしいでございますかはい、あっているのかな、はい、でも楽しみだまたぜひ聞きたいね、はい、そこら辺のお話っていうのは、はい、今日はですね、えー、はい、建築家で扉作家の 小坂のりまささんにゲストとして来ていただきました。ぜひ皆様、はい、あの何かありましたらあのメールを送っていただければあのご意見だったり感想だったりもう質問も僕もあの何かありましたらお聞きしておきますので、はい、ぜひ。 あのメールをいただければというふうに思います。たまちゃん、はい、じゃ最後にメールアドレスをもう一回言ってもらってよろしいですか。はい。t ドット happy ラジオアットマーク gmail ドットコム。t ドット h a p p y r a d i o アットマーク gmail ドットコムまでお願いします。はい、はいえー。今日はゲストに聞いていただきました小坂のりまささんありがとうございました。ありがとうございました。